はずでは。ピンポンパンポーン、ピンポンパンポーン。おう、はい、今度は完璧、ナイスクリア。それじゃあ次のステージ AT 行きます。出陣。お、なんか本がいっぱい。本を片付けようってことは、ここにすっぽり入れろと。さすがにこれじゃあダメだよな。まあまあ、そりゃそうよね。さあ切り替えてもう一回。これはあれだな、何回もチャレンジしまくってクリア目指すタイプってことで、どんどん行くわよ。これはあれか、手拍子もちゃんと同じ向きに揃わないと成功にならないのかな。あ、回転は論外だこのゲーム。でも手拍子の向きもとなると、回転、角度、強さ、方向などなど全部がしっかり噛み合わないと成功にならない。難易度的にはかなり上級ステージだな。でも前々回苦戦した超難易度ステージは、消しゴム何回も弾いてゴールまで行くやつ。これは一発勝負でどんどんやり直しでスピーディーに何回も挑戦できるからね。ミラクルショットを目指してやり続けるだけだな。諦めない心。にしても、難しいわね。ちょっと一旦バトンタッチよ、マリサ。しょ、まさかのミラクル一発成功しちゃおうかしら。さあ、マリサ一投目。あ、さすがに無理だった。これマジで回転のタイミングというか、完璧な回転しないと収まらないよな。ってことで、そのパーフェクト回転位置を見極めるために、いろんな強さで試し。今のじゃ強すぎ？そしてこれだと弱すぎ、調整難しいぞ。なんかこれは沼ステージに足を踏み入れてしまった疑惑。あかんなマジで。いやね、この消しゴムチャレンジ機能は一発クリアもたくさんで、スイスイ。マジで制作者様に一言、難易度の落差が激しすぎますマジで。はい、主も任せた。お、押し。裏拍子の向き以前に、そもそも奥まですっぽりはまるのすら鬼難しいんだが。うん、マジで難しいでこれ。回転かけるのは完全にアウトだし、矢印方向もまっすぐで大丈夫だと思うから、ここも力加減次第だと思うんだが、だからいろんな強さで試しまくってるのに。成功の糸口がまだつかめなーい。こんなはずでは。うん、惜しい。これはクリアかどっちだ？ってレベルまですらいけん。当然これもダメですよね。あー、完全に沼ステージきたー。だからマジでー、このステージマジでクリアできる気が全くしねえのですが。だからどうやったら拍子の向きも完璧にすっぽり入るんだよマジで。はい、消しゴムチャレンジ。相変わらずここクリアできなすぎて、一旦諦めてもう先に進むことに。さあ、まずはサッカーボールの侵入を防ごう。お、出てきました。あ、あっさり赤エリアに侵入。でももうわかったぞ、次はしっかりスタンバイ。さあ、うまくいったか？いいとこ止まった。ここもしっかり防ぐー。決まりました、完璧な弾き返し。あの悪魔本ステージのお次、こうもあっさりクリアですか。いやだから難しいんじゃクリアできないんじゃー。消しゴムチャレンジステージ74、無理ゲーすぎるんだが。そして前回、同じくこれ無理じゃね？と思って飛ばしていたステージ86ですが。こっちは超簡単なクリア方法、普通にありました。細かく短く連打で弾けばいいだけだったぜ。この速度で弾けるの、気づけなかったミス。からのですよ。はい、相も変わらずね。多分もう旋回はやってんじゃねえか。クリアできなすぎてやばいんですけど。ここに拍子の向きも揃えてスポット入れるチャレンジ。もちろんこれはアウト。もうありとあらゆる角度で、ありとあらゆる強さで、右回転、左回転、ストレート、全種類で試しまくっているにもかかわらず、未だに余裕でクリアできないこの鬼畜ステージ。
15秒で、初見一発目でクリアできるステージも結構あるというのに。ここだけもう数ヶ月、ずっとクリアできてない誰か攻略法知ってたら教えてください。って感じですのでね、今日もここは飛ばして先に進んでいきますね。本能片付けが、こんなにも辛いなんて誰が予想したでしょうか。様々なミッションをクリアする、消しゴムチャレンジのコーナーですが。ここまで100ステージ以上クリア、一発であっさりクリアできたとこも多数。もちろん苦戦するステージもいくつかあったけど、苦戦って言ってもまあ15分もやればほぼクリア。そんな中このステージだけ、数ヶ月前に遭遇し数えてないけども。もう1500回ぐらいはやってるんじゃね？ぐらいの難易度激ムズ、クリア判定基準厳しすぎな。このステージです、前回ね、次はクリアした様子をお届けと宣言したのですが、マジであらゆる角度強さ試しまくってるのに一向にクリアできんのだが、もうひたすらやり続けたものをひたすら撮影した映像がたまる一方だぜ。これ、一個一個が結構な長さでファイルサイズも1ギガとか余裕で超えるのですが、7年以上の YouTube 活動の中で初めて、溜め込みすぎて SD カードの容量不足なりかけたわ。そしてまさかの視聴者様からこんなコメントまでいただいた。僕の時は、判定優しかったです。主さんのなら入ってました。なんだと？そんな基準が違うことあるの？さすがに、同じゲームでそこは一緒だと思うけども、ここまでできないと普通にそう思えちゃうんだが、マジで、これ作った人は成功の検証とかしたのだろうか。皆さんご存知かと思いますが、ゲームには対象年齢ってのがありまして、ちょいグロい表現があったり、暴力的なゲームとかは18歳以上向けだったり、逆にな、小さい子でも誰でも楽しく安全に遊べるのがこちら。当然、消しゴム落としもここなんだけど、泣くぞー、消しゴムチャレンジ制覇しようと意気込んだ小さい子、泣くぞこれー。これはな、挫折するわ。我々は実況としてやってるからさ、まだネタにもなっていいけども。普通にプライベートオンリーで制覇しようとしてる人にとっては、ただ地獄、理不尽難易度崩壊ステージだよな。しかもですよ皆様に攻略法聞いてしまっている我々、自分たちで攻略法見つけるってプライドは捨てたのに。わざわざですよ、自分がクリアした際の力加減、角度をこんなにもわかりやすく。ツイッターで教えてくれた親切な視聴者様もいたのに。それでもクリアできないんじゃどうなってんじゃー。こんなはずでは。本当にね、わざわざ貴重な時間を割いて、こうやって親切に協力してくれる視聴者様がいることがもう嬉しいです主は。だからこそ、参考にさせていただいた上でクリアしたぜーと。本日、換気の発表予定だったのですが、参考にして何度やってもできず、他の惜しいパターンのやつも何個も試しても結局できず、さすがにメンタルブレイクで先のステージまた進んじゃいました。いらんねんこんなミラクル。はい皆様、今日こそあの悪魔難易度ステージクリアしたいけども、マジのマジにマジで難しすぎるんだけど、ヤバいんだけどメンタルブレイクなんだけど。調べてみたら、このステージに初めて出会ったの去年の夏。初回からこんなサムネで苦しんでてくさ。リアルにもこのステージだけでひたすら合計10時間以上やってるわ。えらい、諦めない私たち、えらい。それな、諦めたら試合終了だけど、諦めない限り負けじゃないもん。ちょっとみんなが情緒不安定なのは許してあげてください。でも我々は知ってるぞ、こういう高難易度ステージ、たかがゲームかもしれんけども、何回も何百回も何日も何ヶ月もクリアできなくて、クリアできた時の半端ねえ達成感満足感。これまで何度も、諦めなかった結果成し遂げられたやつ、たくさんあったもん。懐かしいぜこれとか。さあ見せてくれマリサ、諦めない力。懐かしいな、やるしかねえ。こんなにと、ゴールでごたらかみシリーズ。では、キノコ、どんまいどんまい切り替え。おう、まだまだ行くぜ。ニッキゴブリン。大丈夫。これも、何回もくじけそうになったけども。ああ、もったいなー。セーブもないから、毎回1話からやり直しのないか、ひたすら頑張った。見せつけてやれー。いざ、沼の94超えよ。やっぱここの左ドームツー。でも今のでこの感じなら、マリサ何かを掴んだか？耐えてー。ぬおー。超えた。でも初見即死。これもね、練習でカットしてるから、最高記録ライン更新に向けて挑戦できてる感が出ますが、当然、たとえ1回突破したとはいえ、高校難易度、再び90ピンに来るまでに何度死んだことか。遠くまで見えた。ジャンプしてまずは真ん中からの。次は左だな。そして奥にちらっと見えるジャンプ台、右だ。真ん中、右、左で最後に。一番奥に見える浮いてる障害物を空中回避。ただ
覚えた時はこうやって敵を覚えて戦略的に一歩ずつ着実に進められてたか。それに比べてこっちはもう戦略とか作戦とかね、わからんレベルに。おーいたー。そしてそしてこっちは感動のフィナーレ迎えたのに。そんなんじゃー。ついに、ついにやき、こっちは終わらんぜよ。こんなはずでは。まさかの適当にスパッとハマった一発が完璧すぎるん。これはもうクリアよね、もちろんね。美しい軌道を描き、100点満点完璧パーフェクト9でございます。さあ判定を見ますか。じゃあじらさないでもう聞かせて正解のあの音。はい、しゃあついにやったぞ我々。これが諦めない結果じゃどんなもんじゃい。しゃあやればできる、諦めなければできる。ってことでついにです、やっとです。お待たせしました皆様。このステージのクリアをやっと皆様に共有できた、本当に良かった。これで心置きなくどんどんね先に進んでいけるので、引き続き完全制覇まで応援していただけると嬉しいです。最後にここまでの応援ご協力本当にありがとうございました。それじゃあまた次回の動画で。皆様本日も主チャンネルをご視聴いただき誠にありがとうございます。もしよろしかったら動画投稿の励みとなります。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。ではまた明日の動画で。